動人身事故ニュース速報です。2021年3月16日20時39分ごろ、大久保駅で発生した人身事故の影響で中央総武線は運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。22時1分ごろ運転を再開しました。なおダイヤが乱れています。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。ご視聴ありがとうございました。